急に戦闘始まるよね、このゲームね。おお、怖い。危なーい。逃げるー。ここだー。どじゃー。おっそすー。ザ・リワインダー、黄泉からの旅人。続き、いきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、主人公は復活をしたわけでございますが、弟子としていた琵琶の柳が自らの魂を俺に渡してくれたわけでございますけど、そして時空は変化して大おばさんが化けてたのに気づいたわけですけど、こっからどうなるんでしょう。あ、クモ、助けてくれ。あ、いや、ちょっと待って。セーブポイントに戻る。待ちいな。どうも。外出て、もういるのね。村人たちをクモから助けろってことね。ふい。ごめんな、さっきは。誰？イって呼ぶの？イ、大丈夫か？この方のおかげでなんとか。同志様、ありがとうございます。腕の良い同志とお見受けしますが、どっから来られたんですか？そうやな、説明ちょっとめんどくさいな。話せば仲いいんですが、僕は七雲と言います。あなたたちは？親分の命令で雲の精を退治してるんです。親分？あ、みんなをまとめているお方なんですよ。誰や？七雲さん、一緒に来てください。ぜひ親分に会ってほしい。麓の方にいるので。わかりました。俺らは弟を担いでいくので、また後で。どっち？麓ってどっち？木は焼かれて真っ黒焦げだ。雲にやられた民兵たち。雲の巣には触らないでおこう。ここ土地公のところじゃないの？土地公無事か？あ、無事そう。誠意があれば必ず答える土地公じゃ。境飯じゃったが、失敬。毎回それやな。マジリ、何の用かの？お、この村に何が起きた？7年前、村に蜘蛛の精が出ての、ある親分が民兵を組織して対抗したんじゃ。まだ何かあるかの？説明の薄さが気になる。親分って誰？その男は、ロカソンを救おうと長いこと考えておった。その男というのは？わしに聞かずとも、会いに行けばわかるぞい。いや、そりゃそうやけどさ。会いに行くより先に教えてもらえるかなと思ってこっちは聞いてるわけであって、会いに行けば分かるのはそれは当たり前であって、困ったやつやわ。麓ってことは右側行くってことかな。んー、こっちはどうだい？何か変化はあるかい？なんかあるよ。これはなんか取った。あ、これね、まさか宿用か。わかりません。これで何個目？俺も話に聞いただけだが、これを食べれば二度と腹が減らないらしい。まあ幽霊だから腹減らないけどな。どん、残り 1,2,3,4,5,6、 まだ半分ぐらいってことか。お話的にはどうなんかな。もうなんか半分よりはいってそうな感覚ではあるんやけど、まだ帰れない。やっぱこっちではないな。ちょっと下のあの祠のところとか行かなあかん感じ。麓ってどっちや？この今いる山の話なのか、また別のところなのか。わあ、こっから先は危険です。俺に、あ、使えへんのね。美は使えへんのね。こっちは、あ、蜘蛛の巣を片付けないともっと怪我人が出るぞ。わかりました、親分。次は気をつけます。こっちでした、親分いるの。弟を救ってくれたんだ。親分を助けて、え、弟分を助けてくれてありがとうございます。あいつは無鉄砲でいつもああなんですよ。あのほくろ、もしかしてどっかいたっけ？あいつか。なんてことありません。しかし小蜘蛛だらけですね。どうなってるんです？ちょっと俺あのほくろにあんま見覚えないけど、なんて読むあれ。りょう、読めん。ここだけの話、
ここに蜘蛛の精が潜んでるんです。でかいやつが。ここだけの話なの？巣穴を見つけたんですが、中が迷路みたいになってて入れなくて。これもすべて白蓮教の仕業。え？あなたにはすべて話は問題なさそうですね。7年前、白蓮教の人間が同士に化けて村に呪われし者があると嘘を吐いたんです。俺もバカだったから、こっそりそれを壊そうとしました。できませんでしたけどね。ん？こいつ、あの物乞いか？なんで白蓮教の人間の変装だって分かったんですか？村を出ようとした時に、同志が大婆さんになったのを偶然見かけて、偽物だと気づいたんです。あ、ってこと、あの物乞いじゃん。そこで俺は、あの儀式が、陽さんを陥れる陰謀だと気づきました。他人に壊させようとしたくらいだ。あの玉牌に何かあると違いないと。みんな陽さんを誤解していたんですよ。もう少しで悪者を信じるところだった。実は僕もそのことを調べに来たんです。それはちょうどよかった。あなたを立派な同志と見込んで頼みがあります。何でしょう？陽さんのことです。体中に蜘蛛の祠の毒が回っていて、陽さんを助けてください。そのためなら何でもします。陽さんは今どこに？僕の仲間なら助けられるかもしれません。あ、現地に着いたらすぐに現れます。さあ乗ってください。あ、ちょい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 。おい。なんかお前だけそのセンスであおいてるのちょっと気に入らんな。あの物乞いがこの世界ではお金持ちになってるのかい？あ、ほくろ、陽さん、土井様が見てくれるぞ。きっと良くなる。あ、この家は、あ、じゃあ物乞いは立派に生きてる世界線になってるってことかい？迷信出てきた。はあ、怖がらないでください。これが僕の仲間の迷信です。仙人さん、よろしく頼みます。見てみましょう。蜘蛛の祠の正気の毒ですね。陽さんはどうして祠に入ったんですか？俺らがちゃんと見てなかったから。竹ケイソンに来てくれと説得したんですが、来てくれなくて、ロカソンで玉牌を守ると言って一歩も動かなかった。あれ以来俺らが信じられないのかもしれません。俺はただ弟分たちを行かせて見守るしか。まさかこんなことに。脈が弱くなっています。毒が心臓に入り込んでいるので、おそらく何度も正気にさらされたのかと。何度もあの祠に行ったってことですか？そうです。やはり。え、陽さんが祠に入った理由を知ってるんですか？7年前に明星さんが失踪してから、陽さんはずっと彼を探してたんです。妖怪のせいだと言って村の人に助けを求めたけど、みんなは。今思えば陽さんが正しかった。何度も祠に入ったのはきっと明星さんのためなんです。陽さんはいい人だ。仙人さん、助けてください。貴重な薬でも何でも手に入れますから。え、いいの？迷信。残念、あれ、残念ですが手の施しようがありません。そんな、迷信でもダメなのか？骨の髄まで毒が。わかんの？俗人の肉体でここまで持っているのが奇跡です。もっと早ければ何かできたのかもしれませんが。はあ、どうしてこんなことに。陽さん、ああ、脈が消えそうです。あら、見とる感じ、あ、なんか、あ、光だに。陽さん、お、これはどこの鶏さんと家鴨さんは、あ、魚さんは言いました。もう少し遊びたいよ。みんな待ってよ。見ろよ、あのボンクラまた石で遊んでら。はは、一緒に喋ってやんの。よし、俺らが遊んでやろうぜ。悪ガキが来たよ。何してんの？あ、誰なの？返して。その年で石遊びなんて恥ずかしくないのかよ。お前こそ何歳でいじめやってんね。どうせすぐに忘れるんだろ。ほどいていこうぜ。返して。やだね、ベーだ。ベーだ。何歳のやつや、ベーだって。やったことあるやつの方が少ないぞ、それ。漫画では見るけどやぞ。お、返して。まさか。やだね、返してほしければ取ってこい。あー、てめえ、取りに行く。じゃあ取ってきます。あー、どこ行ったかな、どれかな、何やってんだ。
またお前このバカをかばおうってのか。あ、余計なことすんな。こいつお前が出るかもしれないぞ。お前に感謝してるかどうか聞いてみろよ。いや別に。ん、何百章、親父さんに言いつけるぞ。あ、何百章ってなんか、もういい、つまんで行くぞ。またベーだってやつだな、あいつ。いろいろいた大人たちの子供の頃のやつってことかい？見つからないのか？うん、一緒に探してやるよな。ある、探してるそれ。んこれじゃない、んこれかな、んこれじゃない、これ、これじゃない。もうちょっと動き回った方がいいんじゃない？魚さん消えちゃった。もう帰るね。消えちゃった。夜も帰ろう。ないわ。なかったわ。ああ。こっちまで帰ってきたよ。おい。いいこと教えてやるよ。実は、ん？大きなひょうたん、ちょっと早い。え？これやるよ。緑の石。玉って言うんだ。ほら、2匹の魚に見えるだろ。うん。やるよ。他の動物にも仲間がいた方がいいだろ。わかった。自分で身につけておくね。今度誰かにいじめられたら、そいつが守ってくれるぜ。うん、そろそろ帰らなきゃ。じゃあな。待って、名前なんて言うの？学名声、聞いたことあるぞ。覚えたわ、ありがとう。ただ名声がどんなやつやったかあんま覚えてない。どれが名声やったかちょっと一致してない俺。ああ、陽さんが亡くなりました。あ、そんな、蜘蛛の毒で。で、陽さん、本当にすまない。あの時はあなたが病気で変わり者で悪い人だと思っていた。あの時明星さん以外全員間違ってた。読みでは閻魔様が本当の陽さんの姿を知ってくれればいいんだが。きっと大丈夫です。陽さんが自分でここに来なければ毒に当たってることも気づかなかった。ああ、ごめんなさい、助けられなくて。あなたのせいじゃない。うん、それは知ってる。ちょっと待ってください。陽さんは自分でここに来たんですか？連れて帰ってきたんじゃなくて？ん？あの体で自力で船を漕いできたんです。ん？毒を、あらー、陽さんは向こうの村にいて雲が来てるけど頑張ってこっちまで来たってこと？仲間が船着き場であの人の乗った船を見たんです。船を降りて数歩のうちに倒れてしまって、あんな毒に当たって自分で船を漕いで来られるなんてみんな不思議がってるんです。本当に助けを求めに来たんでしょうか？というと？いや、何かおかしいなと思って。え？ほこらの毒のことを知っててずっと人探しをしてたんですよね。自分の命はどうでもよかったんじゃって。そんな中船を漕いでくるなんて助けを求めというより何かを伝えに来たのかもしれません。確かに。その後意識が戻らなくて話せないのが痛いな。袖口から手拭いを見つけたんです。よく見えないけど豚、ウサギと書いてあるように見えます。ああ、ずっとやっぱそれを。また動物か。一体どういう意味が？そやんな。手拭いは持っていってください。役に立つかもしれない。陽さんが来た時、玉杯はつけてなかったんですか？つけてなかったんです。変ですよね。陽さんは常に玉杯を身につけてたのに、今回はなかった。ろ過槽のどこかに隠したのでは。七雲さん、どこにあるか分かりました。え？マジ？ん？思いつきません？全然。どこ？玉杯も石ですよ。ああ。木の祠。え？きっとそうです。確かに。え、ちょっとまだ俺ピンと切れへんわ。魚介があれば人術で蜘蛛の精を倒すそうです。でも他の人の助けが必要です。本当ですか？ちょっと考えてみましょう。陽さんの敵討ちだ。手分けしましょう。私と奈良雲さんは魚介を、陽さんでいいのかな、陽さんは人を集めてください。
あ、手がかりの更新で、なんかまたいっぱい来た。私も手伝う。あ、G や G、 何気もいる。俺も5本。いや、咳払いだけじゃわからんぞお前。 G、 何気、老六どうして来たんだ。さっきの話聞いたぜ。いつの間に。ヨーバさんは私を娘だと思ってくれた。おばさんの死を無駄にできないよ。あの時の俺はどうかしてた。挽回する機会だ。俺も仲間に入れてくれ。ロカソンとヨーバさんのために。そうだ、ありがとう。人手が足りなかったんだ。みんなすぐに準備を。川辺で会おう。あれ、なんかもう最終決戦みたいになってない？ヨーさん、読みで安らかに。あとは僕らに任せてください。おや、でもって手がかりをもらったよね。これか。見ることはできない。これ以上。袖から見つけたものだと言っていた。意味はまだわからないけど、きっと大事なことを伝えようとしているんだ。なんとかかんとかかんとか豚うさぎだね。とりあえず行くか。今は中に入ってる場合じゃない。行くのね。あっちだよね。え、あっちだってる？木の祠とか言って言ってたけど、あっちの町ってことで合ってる？違ったらどうしよう。大丈夫？どうも、準備はいいですか？行ってみましょう。多分こっちの村には特に何もやることはないと思います。そう信じてます。みんな、ナルグモさんは玉杯を取りに行く。みんなは俺と酒場へ。で、玉杯を俺は取りに行くんやけど、それはどこよ。何百姓の墓、木の祠っつってたから、さっきのあれか。子供の頃になんか触ってたあの木ってこと？これか？これ、あ、なんだ？あ、なんかいろいろ。あ、ポポ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 、出た。獲得、玉杯。本当にあった。酒場に帰ろう。え、もう帰んの？あ、帰ってきた。ナルガモさんが玉杯を持ってきたぞ。これより雲の祠に攻撃を仕掛けるぞ。今後はナルグマさんと名人さんが指揮を取る。私とナルグマさんは祠へ行き、罠を張ります。皆さんは雲の精を祠からおびき出して時間を稼いでください。どうやっておびき出せばいい？雲は火と音を怖がります。楽器を用意して祠の入り口に行き、音でおびき出すんです。気を見計らって全力で楽器を演奏すればそれで大丈夫です。二人は祠に入って問題ないんですか？祠の中の正気は大丈夫でしょうか？陽さんを殺した毒だ。気をつけないと危ない。紫ユキタン、シセッタンを飲めばいい。ちょうどここに材料の、タツスナグチ、小石グチ、雨草があるか。レンタンロが必要だぜ。むずい。一徳同士の家にレンタンロがあるはずです。でも村の東の端です。あっちは小雲が出て危ないから、僕と名神が行きましょう。でも家の前のはしごが壊れてて。道具ならある。ナルコモさん、先に道を確保してくれ。その後俺がはしごを修理する。じゃあ俺は薬草多めに用意しよう。念のためにな。私は楽器を用意するね。時間がない。手分けしよう。準備が整ったら舞台あたりに集合だ。俺は何をせえって言ってた？俺何せろって。ナルコモさんお願いします。何したら分からんけど行こう。ナルグモさん、失敗したら私たちも皆さんも雲のせいに殺されるでしょう。分かってると思うんですけど、ただ迷信ごめんなさい。私が言いたいのは、僕ほら死んだ時に父さんに会ったんだよ。え、井戸の底に落ちた後、目を開いたら真っ白な場所でさ、そこの奥の方におとんがいたんだよ。夢で印山さん、いや夢じゃないと思う。信じないかもしれないけど、信じます。印山さんがしそうなことですから。そこで聞いたんだ。僕は境目市にならない方が良かったのかって。そんなことないです。七雲さんは、うん、分かってる。父さんがさ、
もう一度やり直せたら僕は絶対にみんなを救えるって。僕は父さん信じるよ。迷信のこともね。それに境目も法術も使えないのに今も妖怪と戦ってる陽さんに顔向けできないだろ。迷信がいる、みんながいる、きっと大丈夫さ。はい、私も全力を尽くします。紫ゆきたんの他に呉符が2枚必要です。材料は揃えました。同志の家に行きましょう。行こう。おお、同志の家ってこっち違った。あー、なんかいよいよな感じではあると思うんですが、あっちに行くってことで合ってますかい。どうも、前方に国軍もいます。お気をつけて。任せろ。どこそこや。いやー楽勝。ここ舞台で集合ってたよね。一徳同士の家はウェーイ。鍵が閉まってる。呉符が2枚必要とか言ってたよね。で、はしごがこれでしょ。あ、いける。ちょっと待った、はしごが壊れてる。俺が直すよ。コンコンコン、ありがとう。これでよし。他に仕事があるから。それじゃあ、他の仕事ってなんや。こんな村の一大事にやらなあかん仕事ってなんや。この辺別になんもないよね。ここは、ここが同心のところかい。材料入れよう。わ、何これ。呉符を書く道具があります。定身の呉符なら妖怪の動きを止められるので、もしもの時に安心です。定身の呉符、先に定身の呉符で動きを止め、爆破の呉符を使って攻撃しましょう。僕が書くの。神術の施主の奈良雲さんが書いた方が強力な呉符ができますから、私が下書きをしましょう。ただし一筆で書いてください。筆が途切れると呉符は使えません。やってみる。下書きはこれがもう下書きされてる状態ってことか。これを一筆で、ちょっともう一回こういうイメージでしょ。うわー、一筆書きとか。はあれ、こうか、こう。あ、いけるもので、次の一筆はむずそう。こうこっち行ったら一気に行かなあかんな。こう、一発で決めるもの。よっしゃ、いけた。で、材料。ん？材料は？ここで入れるのか。これ。玉杯違う。あと何？あ、なんか、あ、なんじゃこれ。弾薬を作るには全ての材料が平行を保っていないといけません。材料を入れるマス目がありますね。うん、全ての縦横斜めの材料の合計が一緒なら火加減が均等になります。均等でないと失敗します。 1,2,3,4,5 とかのやつをあれか、全部。あ、違う、今入ったまま。一応好きに選べんのよな、これって。こういうのって何本になればいいんやったっけ。よくあるよね、こういうのね。よくあるのは分かってんやけど、全然。錬成、まあ、違うわな。こういうのって何本になればいいんやったっけ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 やから、
9をちょうどいい感じにするには試しに15ってやると15を作るには横は6と4え4、6、10、15で5と8と2これで横も合わせなあかんのかな。ズーン配合は違う。あ、入れ替えれない。あ、一回入れたらリセットせなあかんタイプ。それはめんどくさい。真ん中はじゃあ5でいいか。ここまでは合ってるはず。こっからよ。からここに8を置くと8の8の5やから、あ、1、2、3、4、5、こっちが2、ここが2よね。でこれここも合わさなあかんやな、多分な。9のやから、あー、もうめんどくさー。あ、残ってた、よかった。ここが4か、合ってる？ん？4、1、2、3、8の4ってことはここが3で、3、5、8、8のここが7。これでいけるかな。2、8、9で6、これで1、2、3、4、5、6、これでどうや、いった？お、いけた。はあ、嫌いなパズルでした。これで準備完了です。始めましょう。ロカソンのために、ロカソンのためにみんなが集まってるぞ。あれ、時間だ。おー、せーのとかないの？勝手に行くやん。俺が一番大事なやつちゃうの？俺にもっと合図送ってくれないと。何も起こらない。ペルルーじゃなくて、お、来るぞ。え、勝手に始めてくれやがって。ペラレー。鼻から牛乳じゃなくて、あ、みんな今だ。くそー、雲、決戦の時だ。え、俺もー。あ、七雲兄ちゃんお願いね。何を？七雲兄ちゃんお願いね。何を？ペローン。あ、違う、山降りた。あ、何すんの俺。楽器。ファイヤー。違うな、降りんのか。おびき寄せてる間に俺がここに行くやつかな。で、あ、これで正気も怖くないね。なんか加えました。そしてどこ、ここアイリーの、あ、何これ。あ、この石、ヨウさんが残したものですね。中が迷路になってるから何か印を残したのかな。これきっとヨウさんがずっと伝えたかったことですよ。マジ？おそらくあの動物のなんかなんやろうけど。え？ヨウさん、ヨウさん、むずすぎやしませんか？これか。牛、鶏、魚、豚、ウサギってことかな。牛、鶏、魚、こん中やったらこれウサギかな。これ牛っぽいよね。これ鶏やから牛で、なんかある、まだ関係ない。牛、鶏、
これなんや、これ魚やな。っていうことは牛、鶏で次が魚やったっけ。牛、鶏、魚多分。うわあ、なんかいる。てーい、あれてーい、あれ、こんにちは。首なしの霊、首、俺の首て、あ、入ってもうた。あそこ魚やったよね、でもね。で、牛、鶏、魚、豚、ウサギ。豚？亀やな、多分。あ、豚っぽい。ウサギ。ってことは？ここ。で、ウサギ最後は。これ魚。これ多分牛。ってことはここか。行く。あ？どこ？なんかある。ドックロ手に入れました。なんで？なんでドクロ？必要なアイテムってことよな。あ、戻る。うわ、死体だよ。誰かの死体が蜘蛛の巣にかかってる。燃やしたのか？ダメみたいだ。うわあ。村人たちがどのくらい引き止められるかわかりません。急ぎましょう。ここに陣を張るんだね。そうです。もう少ししたら蜘蛛の精が祠の入り口から戻ってくるでしょう。ここに陣筒を施してからおびき寄せください。うまくいけば退治できます。うまくいかなければ、陣術に間違いがなければうまくいきます。もう一回陣術の決まり事を教えて。その1、爆破の5分の、それ覚えなあかん。爆破の5分の左隣には必ず停心でないと逃げられます。その2、玉牌は爆破の5分の隣に置かないでください。壊れてしまいます。その3、巻き軸は、何それ、玉牌の隣に置いてください。2つは連動して効力を発揮します。最後にこれも守ってください。法陣の最初と最後には同じものを置き、2番目と後ろから2番目には違う。覚えられません。準備が整ったら琵琶で合図をしましょう。ここに置いてけってか。おい、巻き軸、ここら辺にアイテム置いてけってことやんな。ドクロいる？もう一回教えて。陣術の決まり、爆破の5分の左側には必ず停心で、爆破の5分の左に停心、玉牌は爆破の隣に置くな。まばらいの巻き軸は玉牌の隣に置くこと。1番目と7番目には同じもの、2番目と6番目には違うもの、1と7同じ。1、2、3、何個ある？4、5、6、7で、俺が持ってんのがこんなきゃから、定心で、なんつってた、爆破の5分の左側には必ず定心やから、ここに爆破、爆破の隣に定心で、1番目と7番目は同じものを置かなあかんつってたから、まずここが必然的に定心ってことよね。で、
2番目と6番目が違うものやから、ここも停止になる？いや、ここに巻き軸を置くと、え？まばらいの巻き軸は玉杯の隣。あと俺が持ってんのがで、爆破の隣に玉杯は爆破の隣に置いたらあかんのよな。玉杯は爆破の隣に置いたらあかんから、ここが間払いか。ここに間払いを置くと、いいか、適当に置いたろか。ここが間払いやと、ここに玉杯を置かないといけない。で、停心。いや、違うな。停心は、爆破の左に置かなあかんやけど、こうなると爆破になるから、違うわ。ここにもう一爆破。で、ここに、まばらい。んで、玉杯、停止。あれ、違う？なんで？2番目と6番目には違うものも置いてたでしょう。向こうにはだって爆破を置いてるはずやから、1と7は停心停心、まばらいの巻き軸は玉杯の隣、玉杯は爆破の五歩の隣に置くな。玉杯は爆破の隣に俺置いてないでしょ。合ってるよ。うん。玉杯は爆破の隣に置いてないで。爆破の左に必ず定心の五歩っていうのが守れてないのかな、じゃあ。そうなると、ここ定心の、ここ爆破で、ここに巻き軸、ここ玉杯。あ、いけた。そうです、この通りです。よかった。で、ペローン、合ってる。来い。もうダメだ。あ、合図があるまで止めるな。聞こえたぞ、琵琶の音。聞こえた？地霊さーん。で、55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 
やめて。ちょい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 ちょ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 、急に戦闘始まるよねこのゲームね。おお怖い。うー危なーい。逃げるー、ここだー。どじゃー、聞いてます。あ、雲の精よ、何か言い残すことはないか。はまんまと引っかかったわ。早くとどめを刺しなさいよ。ロアンはどこへ。お前一人死なせるつもりか。知るのが何よ。ロアン様に打ち弾を捧げられないのが唯一の後悔。どうしてそんなにあいつを慕うんだ。お前にはわからないわ。ロアン様がいなくなれば私は何百年前に死んでいた。あ、100年前に死んでいた。この偽りだけのようで、私に生きる意味をくれたのはロアン様だった。随分信用してるな。あいつはただの大嘘吐き。打ち弾欲しさにお前を利用してるだけさ。私をそそのかそうとしても無駄よ。私は絶対にロアン様を裏切らないし、罵りもしないわ。ふ、もうここまでよ。
ほら、すごい慕ってる。うん。あれは？あ、なんて読むの？タン？おばさん、ごほごほ。雲のあれかい？雲の性の人の時代？あ？何を？あ？あの男、他の女と逃げたんだよ。え？ごほごほ。髪の長い女と船で行ってしまったの。誓って本当さ、この目で見たんだよ。あんたはこんな風になってしまってるというのに、血も涙もないわ。タン、大丈夫、私がいるから。私、おばさん、教えてくれてありがとう。元気を出してよければ私が。はあ、なんか出てきた。はあ、な玉杯。え、魂が玉杯に入っていた。まずい、心が崩れます。早く出ましょう。くっそー、ロアン、絶対に捕まえてやるぞ。なんか急に演技調。さあ早く、急に下手くそ演技みたいになってる。え、あ、帰ってきたよ。これででもまだ多分ロアンをやりに行かなあかん感じよね。待っとけロアンっていいのかな、そういう意味。行く。あ、戻ってきた。よかった、ナナゴマさんが無事で。ほこらの中から地響きがして慌ったわ。俺たちここで待つことしかできなくて本当によかった。妖怪は退治できた、みんなのおかげだ。本当にやったぞ、すごいぞナナグモさん。7年間大変だったけどやっと安心して暮らせるね。ロアンはお祝いしないとな。うん、それから今後のことを考えましょう。酒持ってくるぜ。ナナグモさんは村の救世主だ、なんとお礼をすればいいのか。お礼なんて、じゃあ一緒にお祝いしよう。え、祝杯あげてる場合、みんなナナグモさんに乾杯しよう。よし来た、さあみんな、村のためにあんな危険を犯してくれて本当にありがたい。ナナグモさんに乾杯。あれ、ロアンは倒したんでしたっけ。あれ、みんなはこれからどうするの。子供が生まれたら引っ越してこようと思ってる。タケケイソンもいいけど、やっぱり俺はここの人間だからな。息子も大きくなったし、薬取りを教えてやるんだ。大金は稼げねえが、手に職は必要だろ。俺もここに引っ越そうかな。すっかり土地勘がついちゃって、はは。ここの家はボロボロだから建て直さないとな。みんなが住むなら大工の俺の出番だぜ。ははは、書き入れ時だな、六さん。俺も年だから葬式代くらいは稼がないとな。ところでお前、木を切った時の金、まだもらってないぞ。け、まだ覚えた。ははは、思い出させちゃったね。字はどうするんだ。ここで生まれ育って、おばあちゃんと竹ケイソンに引っ越して。そのおばあちゃんもいなくなって、ロカソンも平和になったし、旅に出ようかなって。あ、ワコードの外の世界の見ないとな。親分はどうするんですか。俺は事情が違う。ここにも思い入れはあるが、俺の親はやっぱり竹ケイソンだ。あの物乞いが立派になったね。お袋も年だし、竹ケイソンで一緒に暮らすよ。ロカソンが平和になって、俺も安心したしな。ヨウさんのことだけが羨まれる。ヨウさんは向こうで会いたい人に会ってるよ。よし、ヨウさんに乾杯だ。ふう、年寄りは眠くなってきたから先に帰ろう。明日の朝から家の修理を始めるぞ。了解。僕もそろそろ、まだ4時があるから。ナナグモさん、また会えるよな。縁があれば必ずね。あれ、どこに行こうかな。ペロン。あれ、ん、あれ、なんかもう平和になっちゃった感じ。あれ、
大庭さんが化けてたのは、あ、もうろかさんは大丈夫ですね。うん、あの人たちがいればすぐにあの頃みたいに戻るさ。帰ってこの中の魂をもう一度輪廻に戻せば一件落着です。はあ、白さん黒さんのところに行こう。白黒無常さんは奈良京で仕事中のはず。黄泉の位置を通っていきましょう。そうだ、黄泉にはどう帰るか覚えてますか？死んでも忘れないよ。一回死んでるしね。なんちゃって。その冗談面白くないんでやめてください。まあまあ無事に戻ってきたでしょ。雲もやっつけたしさ。はあ、よし行こう。早く二人に会って任務完了としよう。ロアンを捕まえられなかった。あ、やっぱり捕まえてないやん。ほら、まだ安心できない。きっと捕まえられます。さあ金塊が待ってますよ。そうだった、忘れるところだった。僕の金塊クロさん、今回は奮発してもらうぞ。なんか勝手に平和な感じになってるけど、黒幕捕まってないっていうそういうエンド。七雲さんちょっと聞くんですけど、うん、金塊で何を買うんですか？もし欲しい宝具があるなら私が手に入れる方法を。買う？何も買わないよ。でっかい金塊を見るのが好きなんだよ。使ったらもったいないでしょ。なんじゃその趣味。金色に光ってかっこいいからね。家の中に置いとくと安心感あると思わない？はあ、金が嫌いな人この世にいる？最高。もらったら名刺にも貸してあげるから。いや結構です。なんか映画である映画でたまにある最後とりあえずポップな感じにして終わるタイプのやつ。とちこ、お元気ですか？必ず答えるとちこじゃ。わしに何か言おうかの？いや、お別れに来たんです。あれマジ？わしのお別れか？まだ何か解決してないことがあるんですか？いや、妖怪もいなくなって村も平和になるはずじゃ。すべてそなたのおかげじゃよ。それなら大丈夫ですよね。僕は白黒無常に報告に帰らないといけないので。もちろん。ただそなたがお別れに来てくれたのに驚いたんじゃ。お供え物も受け取ってくれたし、質問にも答えてくれたし当然です。供え物、はて、受け取っておらんがの？ああ、そっか。また時系列が違うから。あれ、お供えしてませんでしたっけ？それは失礼しました。次回は必ず持ってきますから。いいんじゃよ。ロカさんの問題を解決してくれたしの。いらないんですか？あれは、太上老君が作った最高のお酒なんですけどね。太上老君の5本。もし、その他が良ければ。はは、わかりました。今度持ってきますよ。ありがたいの。ほほ、ではこれにて。そういえば俺、玉杯とドクロ持ってるけど、これは、なんか使うとことかあったりすんのかな？最初の祠みたいなところ、ここでなんか使えたりとかする？ここで酒夢のやつをやったんやんな。先に思い出の品を、いや先にじゃないでしょもう。いかにももうなんか平和訪れました感出てるけどさ。ロアンはえ、ロアン。結局これで帰って、そう思うとなんか草木のせいみたいな、あいつのやつ全然見つけられてなくない？半分ぐらいしか俺多分見つけてないよね。もっとマップをうろうろせえってか、お前のやつ。七雲終わったのかい？解決さ。ごめん、今回は花はないんだ。気にするな。協力してくれただけで嬉しいよ。花はいつかきっと揃う。何周もしてこいってか。普通に帰ってきたけど、白黒無常さんは、どこだい？先に白さん黒さんに報告に行こう。こっちか。元気かお前ら。ブリー打てるけど。元気そうやな。あ、なんや？ん？ああ、懐かしいここ。七雲、仕事終わったか？大変だったな。無事でよかった。この間はいろいろとありがとうございました。なんてことないさ。今度俺らと一杯やろうな。いいね、そうしよう。引き止めて悪かったな。じゃあな。はぁ。という挨拶だけして。お前らにはもう喋れない？あのじじいや。じじいには喋れる。厄年と見えるが、一枚で幸運を呼び寄せてやるぞい。あ、
ここにいるやつ変わってるやん。上手だと思うな。来た来た、感覚がもうそこに戻ってきてる。邪魔するなよ。飴細工の人やな。みんな一応元気そう。このおっさんのやつ結局聞いても何もならんかったよね。お、君だったか。続きを聞かせてくれませんか。お、続き聞けるようになってる。もちろん前回までのあらすじ。書生は女を待っていたがつい眠ってしまった。そこにあの笑い声が。彼はバッと目覚め、すぐに外に出た。果たしてあの女が花のそばに立っているではないか。女は家を失ってさまよい歩いており、やむを得ず雨宿りをしているという。書生は女を家に入れ、なんだかんだで親密になり結婚。なんだかんだ。幸せな日々も長くは続かず、戦が始まった。二人は慌てて逃げたが、女は途中重病を患ってしまい、長くは生きられそうになかった。そして女はこの世を去った。書生はそのそばでむせびなき力尽きて眠ってしまった。ところが目覚めるとそこに女の体はなく、床には一輪の朝顔だけがあった。書生は気づいた。女はあの朝顔の花のせいだったのだと。故郷の土を離れて正気を失い、弱って消えてしまったのだと。それからというもの、書生は女を復活させる方法を尋ね歩いた。山を越え谷を越え方々を渡り歩くも答えは見つからず、ついにある年老いた和尚が教えてくれた。もしあの時の朝顔を探して心を込めて育てれば、100年後1000年後には生気を取り戻せるかもしれないと。そこで書生は、人間の体ではあるが冥府で1000年も1万年もその日を待とうと心に決めた。冥府に月はないが、あの朝顔はまるで覚えているかのように毎度新月の夜に花開くのである。時間も新月もないこの冥府で、書生と母の心に、書生と花の心には今日も月が昇るのであった。書生は縁がある人に花をくれる、この物語を覚えていてくれるようにと。今日の物語はここまで。次回、ウソハキに扮するが好きな同志のお話、乞うご期待。ありがとうございます。てかた、やっとでも全部聞けたやんなあ。てことは、それを聞いた状態でこいつに話せば、私の問いに答えられたらこの花を差し上げましょう。この花はいつ開くのでしょう。新月。覚えている人がいたのか。嬉しい。これは差し上げます。ありがとうございます。その花がお役に立ちますように。朝顔、ほーん、こういうことができるんだね。これで逆にあの草木のせいにプラスで渡したりとか。どうだい、ほれ朝顔だよ。綺麗な朝顔だ。はあ、なるほど、こういうこともできるんですね。あいつは体が弱いからこれは使えない。意外とやり込める要素がまだあったのかい。じゃあ読みへ行くぜ。白黒無常さんはこの先かい。ナルグもお帰り。うまくいったかい。へへ、まあね、僕にかかればなんてことないよ。よかった、迷信が心配したからね。じゃあね、私は仕事があるから。いいの？おー、来ました。前世と今世の記録は全て三条石に刻まれるんだ。七雲、どうだった、解決したか。うん、蜘蛛の精が悪さしてたんだ。魂は連れてきたよ。よろしい、よかった。早速上根地に行こう。おお、上根、蜘蛛の魂を入れた玉杯をそこでペロ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 すると、あ、消えた。月炭、月炭の内炭を入手できず申し訳ございませんでした。あれ、ロアンや。
これもすべて境飯のせい。はてなはてなはてな。これからどうすればよいかわかるな。誰？かあ、見てこの色。一日中金塊磨いてますね。磨いて飾った方が綺麗だからね。新しい仕事？早く押し。ちょっと待って。誰？終わりました。最後のあれ誰や？あれは、ちょっともう一回ちゃんとお話全部みんなわからんけど、多分めっちゃ大事なところやと思う。なんだかんだでちょっとキャラクターの名前がさ、なかなか頭に入らなくて、それで苦労してたゲームではあったんですけれども、非常になんかお話としては本当によくできたゲームだったなと思います。で、最後の終わり方、あれはどうなんでしょう。なんか2に続く布石なのか、まあたまに映画とかでもよくあるけど、ああいう感じでまたロアンの後ろに黒幕がいるみたいな、そんな感じでちょっと気になる終わり方ではあったんで、もしまたなんか続きがあるならぜひともちょっとやってみたいなと思える、そういうゲームでございました。サンクスフォープレインク。ああ、読めへん漢字とか、ちょっとそういうところで苦労したゲームではございましたけど、なかなかよくできたゲームだったと思います。お、草花収集モードがアンロックされました。はい、いいえ、聞いてくる。それはい、なんやそれ、草花、どれや、これか、三星石ってやつかい。なんかあれかな、あ、三星石、これや。あ、第一章とか飛んだりできるんや。なるほどね。じゃあそういう風にやりながら草花全部集めるやり込みもできますよみたいな、そういう感じなのかな。ね。七雲のおかげでロカソンの件は解決しよかった。ってことだね。第3章、4章、5章、6章、最終章。OK。じゃあ、ザ・リワインダー、読みからの旅人、無事クリアができたようですので、これで終わろうと思いますが、またこんな感じのゲーム、やっていこうと思いますので、よかったらまた来てください。もうちょっと、あれやね、中国系の妖怪の話とか漢字とか詳しくなってたら、もっと楽しく体験できたんかもね。それではまた。よろしくどうぞ。